はいそれでは3回目、えー、前回の続きからいきます、えー、右のページの段落の変わったところ、えー、お寺に到着したところから読んでいきます御堂へスルスルとおいでありて縁をおあがり候のところにかすがたんごほった道空さし向け早くおいでなされ候へと申し候へども知らぬ顔にて 諸侍いながれたる前をするするお通りそうらいて縁の柱にもたれて御座うろえー、御堂へあのさっさとこうね、えー、お出ましになって縁側を上がったところへ、えー、この春日単語とか堀田ドックは銅、まあ、山の家来みたいですね。 で家来たちがやってきて「早くおいでくださいませ」とねせ、えー、かすけれど信長は知らん顔で悠々、まあ、とというかね、えー、ずらりとこう7800人の銅山の家来が並んでいるところを、えー、スイスイスイと通ってそして、えー、部屋のところで縁側の柱に持たれて、えー、座るわけですよね。またたこれも知らぬ顔にて御座を掘った道差し寄り これぞ山城殿にてござそうろうと申す時であるかと仰せられそうらいて敷居よりうちへお入りそうらいて銅山にお礼ありてそのままお座敷にお直りそうらいしなり。はい、えー、っとですねであの銅座しばらくたって でも、えー、ここでもまた信長さんは、えー、知らん顔してるんですよねそこでまた銅山の家来が近づいてきて「こちらが銅山様です」というふうに、えー、言いますとそうすると「あそうか」と言って、えー、縁側から式を越えて中に入り銅山に、えー、挨拶をしてそのまま座敷に座り込むわけです。 さて、道区お湯漬けをあげ申し候互いにおき参り同山にご対面残るところなき恩、えー、幸せなりとでそのうち、えーまあ、家来の道区が湯漬けを、まあ、昔はあのご飯ん保温器なんかないので、えー、食べる時にお湯をかけて食べたりしたりとみたいですね湯漬けと言います。 でまあ、あの対面がすべ、えー、て、えー、そこで終了しますその後ブスを神たる風情にてまたやがて三回すべし」と申しまかりたち揃ろうなりと、えー。ブスっていうのはなんかの苦いものだそうで、えー、道山は苦虫を噛みつぶしたような、えー、風情で、えー、またそのうちにお会い申そうというふうに もして、えー、席を立ったわけですさてその後道山が去っていく信長を見送っています二十丁ばかりお見送り候、えー、20丁って言うのは約二キロぐらいですねだからあのずっと信長の行列の後ろ姿を、えー、道山が見送っているわけです次いきますその時美濃州の槍は短く こなたの槍は長く、引き立ちそうらいて、まいらるるを道山、どうざんみ、もしそうらいて。今日を覚ましたる有様にて、有無を申さず、まかり帰り候。え、その時、まあ、美の国の兵士たちの槍は短くっていうか、まあ、普通の長さだったんでしょうけれど。え、一方で、信長さんの方の槍は、めちゃくちゃ長いんですよね。それを掲げて。 えー、帰っていくのを後ろ姿を道山が見送りながら強ざめな顔を、えー、しているわけですそして有無を申さず何も言わずに無言で、えー、その姿を見送った後で、えー、帰ってきたわけですで、えー、美濃の国へ帰るわけですが、えー、次いきます途中赤鍋と申すところにて猪子氷介山城道山に申す様は なんと見申し相ら来ても上総助はたわけにて相撲と申しろうとき途中赤鍋はまあ地名と思われますがそこで家来の猪子兵助というのが道山に向かって、まあ、どう見申し上げてもやっぱり、えー、織田信長様は、えー、ねえおたわけですなあというふうに言った時、えー、道山がどう答えたか次いきます。道山申すように されば無念なることに候うとだからあの残念なことなんだと山城が子供田脇が門外に馬をつなぐべきこと案のうちにて候うと計り申し候う、えー、この斎藤道三の子供たちはあの田脇信長のことですね信長の、えー、門の外に馬を つな、えー、ぐことになろうというふうに推測されると、えー、自分にはそれがわかるというふうに言うわけですはい、最後今より以後道山が前にてたわけ人ということ申す人これなし、えー、この時以来、えー、斉藤道山の前で家来たちが、えー、信長をたわけだということはもうなくなってしまったと、えー、以上が 慎重後期の中の対面の場面です、まあ、ドラマとは若干違いますけれどただまあ斉藤道山が信長のことをこれはただものではないなぁというふうに思ったことはま間違いないですよねこの時はまだ信長は終わりの国全体も統一なんかしてないところですし、えー あの有名な桶狭間の戦いはこれより7年後のことになります。でも分かかる人には分かったということでしょう。えー、以上で「進潮後期」終わりなんですけれども、えー、ついでにちょっと脱線しておまけの話をしたいと思います。あのの私は名名古古屋屋に住んでるのでる、えー 人は、えー、織田信長はやはり名古屋の武将だという出身の武将だというふうに思っております。えー、古渡りで元服し、あの、名古屋の城、こう、信長が持ってたわけですから。えー、郷土出身の英雄というふうに、えー、思ってたんですが。実は、あの、最近の、あの、研究結果によりますと、新しく、あの、見つかった古文書なんかを見ますと。どうやら、信長が生まれた、えー、年。 の時点では、えー、1534年に生まれてると思うんですがこの時はまだあの名古屋城は、えー、今川市の支配下にあったっていうことがだんだんはっきりしています。ということはまだ織田家は、えー、ここまで出てきてない、えー、その前はあの初畑にお城がありましたので、えー、初畑城で信長が生まれたんだということが、えー、はっきりしています。 てか、まあこれが一番今通説になっています。マ名ゴヤは何も言いません。でえ、うちが信長のあの生まれた土地だっていうことを主張しているのが、稲沢市とあの愛西市の2つでして、えー、次の写真をご覧ください。えー、左側が、えー、これはあの前から立ってますが、ここに柴田城があったよ。っていうあの柴田城跡という、えー、日がありますよね。 それから右側は新しいのなんですが愛妻市が初畑、えー、駅の,あの近くに作った、えー、一番若い信長像とあの抱かれている赤ん坊があの信長ですねで。これは一体どういうことなのかと言いますと、えー、ちょっと次をご覧ください。えー、この絵はまあ正確じゃないんですが初畑、えー、城っていうのはあの周りをあの 川を上手にあの天然の堀にして建てられていまして、えー、ところがですねその後川の流れがいろいろ変わっているもんですから、えー、今の地図に初畑城の,あの跡を重ねると、えー、かなり幅の広い日光川の真ん中にはまってしまいまして、えーえー、位置はそこと。 でこの日光川が稲沢市と愛菜市のあの境界線になってるもんですから、だからあの稲沢で生まれたのか愛菜で生まれたのかっていうのは実はよくわかりません。まあはっきりしているのはあのショ城で生まれたということだけです。えー、というのをまあおまけで、えー、付け加えています。まあ時々あのいろんな歴史やなんかでも知らないうちに何か通説が変わってるっていうのがあって。 えー、聞いて面白いなと思ったので紹介しました。はい、じゃあ、えー、まあ今回の講座はこれにて終了します。まああの不慣れなことでなかなかうまくできませんけれども、まあこんなふうにちょっとずつちょっとずつあのいろんなものを紹介していけたらいいなと思います。でも本当はあのリアルなあの教室で、えー、皆さんと えー、一緒にわすいません犬が乱入してしまいましたが、えっとえー、勉強するのがあの一番楽しいですので、えー、そのことを楽しみにしながらどうか皆さんお体に気をつけて、えー、また元気で再会して一緒に個展を楽しみたいと思います。どううも最後まままでお付き合いいいくださししてありがとうございました